はい、大阪に到着しました。これで、あとは病院に行くだけなんですけど、バスさ、オリックスのバスが多いね。すごい。まあ、今回、なぜわざわざ大阪に来たかというと、投げすぎでちょっと肩壊しちゃって、もう今、もうこれやめなきゃじゃねえっていうぐらいなんですよ今。で、もうどうしてももう最後の手段として前回お世話になった、ゴッドハンドの小初先生のところの接骨院にちょっと見てもらおうかなと思って、今日は大阪に来ました。まず梅田駅まで行ってからの、その接骨院まで行きたいと思います。いいね。ほい、なんとか、梅田駅を探して、電車乗って目的の松屋町まで来ました。着いた。着きました。だんだんこう肘が下がってきちゃって、はい、普通に上げるのも上がんなくなってきてるんで、はいはい、これ原因かな、上がって。普段以前は普通に上がってたんですか。いや、20歳で肩壊してから上がんなくなっちゃって、はい、23から投げるようになったんですけど、はい、なんか上がんないまま、上がんないまま投げるようになったっていう感じ。まずあれですか。そうですね。はい、勉強になりました。次後ろです。はい、さっき我慢続いてきました。このぐらいでしたね。はい、さっきこのぐらいだったんですけど、確か今このぐらいいくの。あとこっちですね。こっちがさっきは、はい、だいたいこのぐらいでしたっけ。それぐらいですね。これぐらいですよ、はい、だったんですけど、今はここまで、ここになる瞬間になんかがこうロックが外れてスーッとなんか入ってく感じがします。はい、 OK です。 OK ですか。今1回目の治療が終わりまして、1回目の治療だけでほとんど腕が上がるようになっちゃって、でそもそも俺は肩が上がらないせいでスリークォーターや、まあ、調子が悪い時はもうサイドスローだったんですけど、もともと高校時代オーバースローだったんですよ。まあ、肩壊した原因で、まあ、肩が上がらなかったんですけど、それが今もう何年も肩が上に上がらなかったんですけど、もうこうやってこういうトレーニング普通にできるようになっちゃって、全然できちゃうんです。非常に今感謝してます。今後さらにいい、ピッチングやいいパフォーマンスができるんじゃないかと思います。
ここが一番楽ですね。はい、スムーズにこう持っていく。大丈夫ですか、はい、いきます。はい、こちら、もう上がるようになりました。チーズがガッツポーズして、前これもさっきはまあこれがやったんですよね。からもしっかり上がるようになりました。で、後ろもしっかりさっきこの辺でも OK です。これもさっきこの辺まで変化やったんですけど、肘の先がこっちまで曲げられるようになりました。はい、こんな感じで、ありがとうございます。